この子を抱っこしたかったらお金払ってよ。ようやく孫の顔を見せてくれた長男嫁の口から意外な言葉が吐き出された。お金払え？子供は猫カフェの猫じゃないのよ。何言ってるの、あなたは。私は長男嫁に向かって言い放った。一回につき5万円、それ払ってくれたら抱かせてあげるわ。長男嫁は強気な態度で言い続ける。さすがの長男も自分の嫁の口から出た言葉に困惑気味だ。お前、母さんに孫を抱かせてあげる、少し預かってもらうって言ってたじゃないか。それなのに金払えだなんて非常識だろ。長男はただ孫を預かってもらうだけだと思っていたらしい。何よ、私が産んだ子なんだからどうしようと勝手でしょ。で、どうします？お母様、それが嫌なら絶縁して二度と会わせないわよ。孫が可愛ければ自分の言うことを聞けとばかりに長男嫁が詰め寄る。いいわ。私が吐息とともに漏らすと。本当？じゃあ今すぐ払って。長男嫁は嬉しそうに笑う。何を勘違いしているの？私は絶縁するって言ってるの。あなたの産んだ子供なんて見たくもないわよ。私は長男嫁の笑った顔を歯がゆく思いながら怒鳴りつけた。え？孫が可愛くないんですか？そんな。今まで笑っていた長男嫁の顔に一転して困り果てたような表情が浮かぶ。私が何も知らないとでも思ってるの？そうだ、私は長男嫁がお金を欲しがる理由なんてとっくにわかってる。縁を切られるのはあなたの方よ。覚えてらっしゃい。洗いざらいすべてを話した後、長男嫁がどんな顔をするのか見物だ。私の名前はのりこ。65歳になって年金をもらい始めた。2歳年上の夫のマサルは高卒で勤めていた会社を60歳で定年退職し、それからは宅食社員として働いてきた。若い頃に無理して購入したマイホーム、共働きでローンを払い続け、ようやく去年支払いが終わった。これでやっとゆっくりできるな。夫が大きく伸びをしながら私に言う。これで私たち夫婦の人生も一区切り。あとはのんびりと老後を過ごそうと思っていた。ただ一つ心配だったのは一人息子の圭介のこと。私はなかなか子供ができなくて、30を過ぎてから長男を産んだ。その長男もみそじを超えて結婚する気配もなく、かなり気にかかっていたけれども、最近流行りのマッチングアプリとやらで嫁と知り合えたのだという。これで私も少し肩の荷が下りてゆっくりできると思っていた。圭介さんとお付き合いさせていただいている舞と申します。長男嫁に初めて会った時のことは今でも覚えている。20代後半の長男嫁は見た目もスラッとしていてかなりの美人だと思う。こんな女性がどうしてうちの長男と結婚してくれたのか不思議でならなかった。ただ見た目はともかく、長男嫁は勝ち気な感じでどこか近寄りがたい雰囲気があって、私は少し苦手なタイプに感じた。だけど長男が選んだ相手なのだからと自分に言い聞かせて納得したのだ。結婚してしばらくは少し離れたところにアパートを借りて暮らし始めた長男夫婦だったが、最近近くにある建て売り一軒家に引っ越してきた。長男に聞いたところ、子供が生まれたら部屋数が欲しくなると嫁が言うのでローンを組んで購入したのだという。息子夫婦が近くに住んでくれるようになって私たち夫婦も喜んだ。初めの頃は息子夫婦も週末ごとに私たちの家を訪れ、夕食を囲むなどそれなりに仲良く過ごしていた。しかしそれもつかむ間のこと、近くに引っ越してきたのをいいことに長男嫁はその本性を現し始めた。私がたまたま家にいた時に電話が鳴った。誰だろうと思ってディスプレイに映し出された番号を見ると、
長男嫁の携帯番号。何かあったのかと電話に出る私。すみません、お母様、うちの掃除やっといてくれません？ぶしつけな長男嫁の声が受話器の向こうから響いてきた。掃除ぐらいならやってもいいけど、私だっていろいろ用事があるのよ。急にどうしたの？と私は長男嫁に尋ねる。私近頃忙しくて片付けてる暇ないんですよ。お母様、年金暮らしで家にいるんだから暇じゃないですか？さっさと片付けてくれません？決めつけるような口調で慣れ慣れしく長男嫁が言う。今日はたまたまいるだけよ。仕方ないわね。困った時はお互い様、家族は協力し合わなきゃと思っていた私は、しぶしぶその頼みを引き受けてしまった。緊急の時のために私は合鍵を預かっていたので、早速長男夫婦の家に向かうと、鍵を開けて中に入ってみた。すると、見渡す限りのゴミ袋。足の踏み場もないほどだ。こんな家で、あの二人はどうやって暮らしているのだろうか。とりあえず、ゴミ袋には入っているようだけど、その袋の数が尋常じゃない。ちょうど次の日は、ゴミの収集日。私は、ゴミステーションまでの往復を何度も繰り返して、腰が痛くなってしまった。見えるようになった床を掃除して、流しを見ると、使いっぱなしの食器がほったらかしになっている。やれやれ、私も甘いな。と思いながら、キッチンの片付けを始めた。それにしても、汚れがひどい。何日放っておいたら、ここまで汚れるのだろうか。やっと片付いたと思って、時計を見ると、もう夕方になる頃だった。二人とも忙しいのだろうと、私は自宅に戻って、あり合わせの材料を持ってきて、それで簡単な夕食を作り、メモと一緒に置いて帰った。いつまで経っても、一人息子には甘い。さて、私たち夫婦は、今夜何を食べようか。そんな風に考えながら自宅に帰った。あくる日の朝、私が朝食の支度をしていると、電話が鳴った。番号を確認すると、またもや長男嫁。あ、お母様、昨日はありがとうございます。おかげで助かりました。それでなんですけど、今日もお願いしてもいいですか？旦那も私も仕事が忙しくて。と、受話器から聞こえてくる長男嫁の猫なで声。え？今日もなの？私はいくらなんでも連日はないだろうと呆れた。お願いしますよ。私たちなかなか子供できないじゃないですか。私が仕事疲れでストレス溜めたら子作りどころじゃないですよ。そりゃ、私だって人並みに孫は欲しい。友人の中には孫ができたと喜んで目尻を下げながら孫の写真を見せびらかしてくる人もいる。年を取るとそんなことも多くなってきて、私も孫がいる友人を羨ましく思っていた。お母様も孫欲しいですよね。こちらの心の中を見透かしたように長男嫁がダメ押しをした。分かったわ。私は会社勤めしているわけじゃないし、仕方ないわね。孫の一言に私の気持ちが揺らいだ。ありがとうございます、助かります。長男嫁の喜ぶ声に私は思う。孫の顔を見るためだったらそのぐらいお安い御用だわ。それからというもの、毎日のように私は長男宅に通い、二人が留守の間に掃除や洗濯を済ませ、夕食の支度をして帰る生活がしばらく続いた。私が家事をやるようになってからは、最初の頃のように家の中が荒れることもなくなった。長男夫婦も週末には私たちの家にやってきて、長男嫁も楽しそうに夕食の食卓を囲んでいたように見えた。私が長男宅の全ての家事をやり続けて数ヶ月、待望の妊娠報告があった。そう、よかったわね。
体を冷やしたりなんかしちゃダメよ。私は今にも踊り出しそうな気分だった。ようやく初孫に会える。出産予定日まであと半年ぐらいだろうか。生まれてくるのが待ち遠しくて仕方なくて、自分から長男宅の家事を頑張った。長男嫁は里帰り出産を選んだようだ。やっぱり実の両親のところで落ち着いて出産に臨んだ方がいいだろうと私も思う。ところが待てど暮らせど出産の知らせは届かない。不安になった私は長男の携帯に電話し、ねえ、ケイスケ、舞さんの出産はまだなの？と尋ねてみた。え、もうとっくに生まれたよ。舞がまだ落ち着かないから誰にも伝えないでって言うからさ。長男の返事に驚いた私は、そんなこと言ったって身内には知らせてくれてもいいんじゃないの？と不満げに言った。いや、母さんには自分が連絡して驚かせたいって言ってたんだよね。だから知らせなかったんだ。長男はそう言った。そうか、可愛いところあるじゃない。私は無邪気にそう思っていた。そう、長男嫁からの連絡が来るまでは。数日後、家の電話が鳴った。長男嫁の携帯からだ。私はドキドキしながら受話器を取った。もしもし、舞さん。私がそう言うと、ああ、お母様、無事に生まれました。それでなんですけど、出産にお金がかかりすぎちゃって。と、相変わらず甘えるようにお金をねだる。うちだってそんなに余裕はないわよ。それで、いくらぐらい必要なの？私は呆れて言った。とりあえず10万、なんとかしてください。お願いします。長男嫁が言いすがる。他ならぬ初孫のためだ。仕方ない。わかったわ。ケイスケに渡しておくから、戻ってきたら、真っ先に顔を出してちょうだいよ。私は、念押しした。その日の夜のこと、これ、出産費用の一部に使って。うちに顔を出した長男に、お金の入った封筒を渡した。何も言わず受け取る長男。なんかこう、もらってはいけないものをもらうような、そんな雰囲気に違和感があった。それからさらに3ヶ月。未だに長男嫁は孫を見せに来てくれない。不安になった私は、長男の携帯に電話してみた。母さん？いぶかしげな長男の声が耳に響く。舞さんは？子供は元気なの？連絡ぐらいしなさいよ。そのいぶかしさを振り切るように、私が少し明るく冗談っぽく言うと、ああ、もうそろそろ戻ってくるはずだからさ、家の中、掃除しといてくれよ。長男は、どこかよそよそし、何か引っかかりを感じながら、私は長男宅を掃除しに向かった。長男嫁が出産で里帰りして、長男が一人で暮らしているせいか、家の中は散らかっている様子もなかったが、最近はあまり家には帰っていないようで、うっすらと埃が溜まっていて、生活感がない。急に私はやる気が失せてしまい、何もせずに長男宅を後にした。別にこのぐらいなら、帰ってきてから自分たちで掃除したらいい。子供が生まれたのに、連絡一つよこさない。そればかりか、出産費用がかかりすぎたからといって、お金をねだっておきながら、お礼の一言もない。いくら長男の頼みでも、いい加減に大人なんだから、そこまで私がやる必要はないだろう。私は、長男の携帯に連絡を入れた。ケイスケ？母さん。掃除はあなたたちがやったらどう？家の中見たけど、少し埃かぶってるぐらいだったし、あれぐらいなら、すぐ終わるわよ。私がそう言うと長男は、そう、最近は家に帰ってないからさ、わからなかった。どうもありがとう。と答える。家に帰ってないとすると、仕事が忙しいのだろうか。あなた、家にも帰らずに、どこ行ってるの？私は気になって、
長男に尋ねた。話を聞くと、長男は嫁の実家に泊まり込んでいるらしい。ところで、この間のお金、ちゃんと舞さんに渡した？お金を受け取った時の長男の様子を思い出して私は、重ねて尋ねてみた。ああ、渡したよ。それでさ、母さん、もう少し援助してくれないかな。お金。唐突に息子からもお金をせがまれた。何よ、まだお金足りないの？そりゃ、おむつとかベビー服とかにお金かかるのはわかるけど、それぐらいなんとかならないの？で、いくら欲しいの？私は呆れた。長男夫婦は出産費用も準備してなかったのだろうか。20万。ぼそっとつぶやく長男。ちょっと、いい加減にしなさいよ。あなたたち、親になったんでしょ？私だって、そんなにポンポン、お金出せないわ。私が驚いていると。でも前が、お母様と私は仲良しだから、いくらでも払ってくれるって言ってたからさ。と、長男がおぞおぞと話し出す。ちょっと、そんなこと約束した覚えはないわよ！私は思わず、大きな声を上げた。だって母さん、前を気遣って家事を引き受けてくれてたんだろ？あいつ、お母様が出産費用も援助してくれるって、とっても喜んでてさ、違うの？とうも話が噛み合わない。家事のことだって、ストレスが溜まると、子作りもできないと長男嫁が言うから、仕方なくやっていただけだ。早く孫の顔を見たい一心で、だ。一体何がどうなっているのだろう。不審に思った私は、長男嫁の身辺調査を依頼することにした。仕事といっては毎日のように遅いし、どうも長男には私とは違うことを話していたようだ。何もなければそれでいい。私の勘違い、思い過ごしだったということだ。しかし、手元に届いた調査結果を見て、私は愕然とした。全部嘘っぱちだったのね。もう騙されないわよ。長男嫁への怒りが、私の心の奥底に、ふつふつと湧いてくるのを感じていた。それから数日、久しぶりの、長男嫁からの着信。あ、お母様、どうして家の中掃除してくれてないの？埃だらけじゃないですか。子供が喘息になったらどうするの？電話を取った途端これだ。そう思うなら、まずは、あなたがお掃除をしたらどうなの？孫なら私が預かるから、その間に掃除ぐらいしたらいいじゃない。私がそう言うと。お母様が預かるですって？うちの子供？冗談でしょ？長男嫁が、嘲笑うように言い放つ。私の息子の子供なんだから、私の孫でしょ？預かって何が悪いの？私は、長男嫁の言葉に反論した。そうですね。それじゃあ、少しの間だけ預かってもらおうかな。やっと孫の顔が見れる。だけど、その子供は、本当に私の孫なのか。間もなく、すべてのことが、白日のもとに、さらされる。小さな赤ん坊を抱いて、長男夫婦がうちにやってきた。少しの間預からせてあげる。ありがたく思ってね。長男嫁が高飛車な態度で私に話す。かなり嫌な感じだ。私が近寄ろうとすると。ちょっと待って。抱っこしたかったら、まず、お金払って。長男嫁の口から、非常識な言葉が吐き出される。お金払えって。猫カフェの猫じゃあるまいし、何を言ってるの？あなた。私は、長男嫁を怒鳴った。それでも長男嫁は、態度を崩さず。一回ごとに5万円、ビタ一問、負けてやらないわよ。と、言い放った。母さんに何を言ってるんだ！金払え！非常識にも程があるぞ！子供を預かってもらうだけだと思っていた長男は、困惑しながら、長男嫁に話しかける。何よ、私が産んだ子供でしょ？どう使っても勝手じゃないのよ。で、どうします？払ってくれますか？お母様。
長男嫁はどこまでも強気だ。私が孫可愛さに目がくらんで、そんな金を払うとでも思っているのか。ましてその子供は。嫌なら絶縁ね。孫には二度と会えないけど、それでもいいのね。長男嫁が鼻で笑うように私に向かって言い放つ。ええ、いいわよ。それでも構わないわ。私の口から出た言葉に。え?と言ったまま、長男嫁が凍りつく。聞こえなかったの?絶縁するって言ってるの。あなたの産んだ子供なんて、見たくもないわ。私は吐き捨てた。そんな、待ち望んだ孫じゃないですか。可愛くないんですか?急に長男嫁がおろおろしだした。子供は可愛い。でも、あなたの抱いている子供は、本当に私の孫?どうなのよ。私の言葉に、長男は、急に顔色を変えて、まい!母さんはこう言ってるけど、その子は、俺の子供だよな!そうだよな!と、長男嫁を問い詰める。まいさん、あなた別の男と浮気してるよね。うちの圭介と結婚する前に付き合っていた人と、切れてなかったんでしょ?その人との結婚が叶わないから、圭介と結婚したんじゃないの?長男嫁の顔から、血の気が引いて、真っ青になっている。図星のようね。信じたくはなかったけど、あなた、ホストに入れ上げてるのね。その人に会って、その人にお金渡して、それで今度は何?お人よしのうちの長男と、表面上は結婚して、仕事が忙しいとか言って、浮気相手と会ってたんでしょ?今まで溜まった鬱憤を晴らすかのように、私の言葉は止まらない。それで今度は何?孫だって嘘ついて、私からもお金を巻き上げようっていうの?そうはいかないわ。私が言い終わると、長男は、前、嘘だろ!嘘だって言ってくれよ!お前、母さんとは仲良しだっていつも言ってたじゃないか!私を大切に思ってくれてる人だって!と、長男嫁に向かって言い続ける。長男嫁は、うつむいたまま、ぶつぶつと何かつぶやいていたが、突然顔を上げて、笑い始めた。そこまでわかってんなら、仕方ないわね。そうよ、その通りよ。この子の父親、そんなの知らない。どっちだかわかんないもの。で、だからどうすんのよ。長男嫁がそう吐き捨てた。私は、あなたと家族にはなれないわ。圭介とのことは、本人に聞いてみなさいよ。私が言うと、長男が口を開いた。お前のような美人が、俺なんかと結婚してくれるなんて、おかしいと思ってたんだよ。実はお前の両親からも聞いてた。遊び癖のあるあの子が、あなたみたいな真面目そうな人と結婚できてよかったって。信じてたのに。と、涙ぐみながら、声を絞り出した。残念だったわね。でもよかったでしょ?美人と結婚する夢が叶えられて。と、長男嫁は嘲笑。ああ、残念だよ。本当にね。俺たち離婚しよう。こんなんで一緒に暮らせないよ。さっきまで涙ぐんでいた長男がしっかりとした表情に戻って言い放った。あ、そう。私はどっちでもいいけど、もうこんな子供なんかいらないわ。差し上げますから、どうぞ。そう言うと長男嫁は腕の中ですやすやと眠っていた子供を私に押し付けながら言った。まあ、二分の一の確率で、本当の孫かもしれないから、せいぜい、大事に育ててちょうだいよ。では、さようなら。振り向いて立ち去ろうとした長男嫁の背中に向かって、私は言った。あなたが入れ上げてるホストの彼、妻子がいるわよ。あなた、最初から遊ばれてたのよ。それを聞いて、顔面蒼白になって振り返った長男嫁は、そんなの嘘よってたら、髪を振り乱して、反響欄で泣き叫ぶ。私が嘘を言ってどうするの?なんか、
引っかかるところがあってね。念のために調べてもらったの。まさか、そんなことまでわかっちゃうとは思わなかったけどね。うつろな目を中空に泳がせて、呆然と立ち尽くす長男嫁。あなた、この子をここに置いて、ホストの彼のところに転がり込むつもりだったんでしょうけど、世の中はそんなにうまくいくはずがないの。私がそう言い切ると。お母様、反省します。許してください。若気の至りで、ほんの出来心だったの。長男嫁は、土下座して謝ってきた。私たち、仲良くやってたじゃないですか。その子の母親として、ここにいさせて、お願いします。心を入れ替えて、子育ても頑張りますから、勘弁してください。私は、その姿を見下ろしながら、口から吐き出された言葉は、もう戻らないわ。あなたの居場所はここにはない。自分の実家に戻って、そこで頭を冷やして考えなさいな。と、諭すように言った。長男嫁は、それを聞いて、ふらふらと、無遊病者みたいに立ち上がると、表通りに向かって歩いて行った。ただいま!お、その子がケイスケの子供?かわいいな!入れ替わるように仕事から帰ってきた夫が、私の腕の中の赤ちゃんを見て、そんな風に言ってくれた。あれ?ところでケイスケ、舞さんはどうしたんだ?何も知らない夫は、のんきに長男に尋ねる。今日は、ちょっとね、後で話すよ。神妙な顔をした長男の口元が少しだけ微笑んだ。生まれたばっかりの赤ん坊ってこんなにちっちゃかったんだっけ。すっかり忘れてたな、俺は。私の腕の中ですやすやと眠っている子供には罪はない。もしかしたら血のつながりはないのかもしれないけれど、戸籍上は間違いなく私たちの孫だ。その後、長男夫婦は離婚した。元長男嫁は随分と食い下がって親権を主張したようだが、結局親権は長男が持つことになった。それはそうだろう。浮気相手のところに転がり込むために子供が邪魔だと言い放った女だ。そんな女に私たちと血のつながりがあるかもしれない小さな子供を任せるわけにはいかない。元長男嫁はしばらく実家暮らしを続けていたらしいが、今回のことを実の両親からも叱責され、へそを曲げて出て行ってしまって、今はどこにいるのかわからないという。どうせまた、どこかのろくでもない男に捕まってるのかと思うと、気の毒ではあるけれど、それも自業自得というものだろう。長男の子供は男の子だった。親権を持って男で一つで子育てをすることになった長男は、住んでいた建売り一戸建てを引き払って私たちと一緒に暮らすことになった。仕事をしながらの子育ては男でも女でも助けが必要だ。私たち夫婦も久しぶりの赤ちゃんに緊張しながらも毎日を楽しく過ごしている。日々成長していく孫を見ていると本当に心が癒される。首も座って目元がパッチリとしてきたら、やっぱり長男の小さな頃によく似てる。育てた私がそう思うのだから間違いない。この子は絶対に私の孫だ。そう信じる。実は元長男嫁の両親とも連絡を取って、時々孫を連れて遊びに行っているのだけど、彼女とは違って両親はとても穏やかで気持ちの優しい人たちだ。とても親子とは思えない。向こうにとってもこの子は可愛い孫。みんなで協力し合って成長を見守っていこうと思う。